どうも、こんにちは。2018年10月30日の Apple のイベントで、とうとうね、Mac mini が新しくなってね、発売されましたね。でもこれね、めっちゃ欲しいなということで、いろいろと調べてみましたので、まあ、簡単にね、動画にしてまとめてみました。えっ、ー、とね、プロセッサーがね、4コアになっちゃったんですよね。で、これは6コアまでアップグレード可能です。まあ、この辺は本当に何だろう。もうガチの人ですよね。ガチの人。で、次、メモリ。メモリがね、8GB が、まあ、スタンダードで、 進化してるのが2665メガヘルツのメモリになったんですよ。2014年のが多分 1600mhz のメモリだったんですよね。で今僕が使ってる macbookpro は1 6 8 8かなまあ、そんなやつなんですけど、まあこれ超進化してるんですよね。メモリのこれだからメモリを 16gb にしなくても。 まあ一般的なね、普通の使い方だったら、このメモリ 8GB ですね、スタンダードで十分なんじゃないかなと思います。で、これは 64GB までアップグレード可能だそうです。まあ、これ、ここまでするって相当ですよね。で、レージもスタンダードが SSD128GB となっております。まこれはね、もう絶対ここですよね。昔は2014年の m a c m i n i は HD だったですよね、あれ、スタンダードがね、あれはもうやばいんで、もう絶対これはね、SSD。 がいいんですけどまあもちろんもちろんていうか、えー、スタンダードがこれになっちゃったんでまあ、迷うことはないでしょうねで 2TB までアップグレード可能だそうですもうこれもねすごいですねで端子系っていうのがサンダーボルトがまあ4つですね 5K ディスプレイとかそういうのを持ってる方っていうのはこっちがいいですよねまあ最高っすねこれか、えー、で次 USBA 従来のも2つあるので大丈夫かと思いますあと HDMI も1つあるので十分でしょうでこの一番 低いスペックの方が89,800円の税抜き価格からなんで、まあ、全然ね MacMe とイズ価格はあんまりね Me じゃないですねであのディスプレイとかキーボードとかマウスとかトラックパッドっていうのがまあ別に必要になってくるんでそれがないとかなり高額になってくると思います、まあ、もちろん、まあ、もちろんていうか元々マウスディスプレイ、えー、キーボードがある人は MacMe にいいんじゃないでしょうかねということで僕これ狙ってますね かなななりお得なんじゃないでしょうかねで一番の迷うところがメモリを 16GB にアップしようかっていうのはねちょっとそこだけが迷いなんですよねこの 2665MHz の新しいメモリっていうのはどこまでどこまでねこの 8GB で十分なんじゃないかなということで、まあ、僕とかその映像編集とか全くしないんで、まあ、一番安いこのね89,800円だから約,約10万円のこれで十分なんじゃないかなと思っていたりしますねここだけあとここだけが迷うところであります ということで、えー、皆さんはどうされるでしょうかね Mac, に Mac mini いいと思いますはいじゃあ終わりです